橋本大輝が金メダル体操東京オリンピック男子体操個人総合において橋本大輝選手が金メダルを獲得されましたおめでとうございます橋本選手は最後の鉄棒において難しい技を次々と決めトップの中国の選手を逆転し金メダルを獲得されました 橋本選手は試合後のインタビューにて言葉では言い表せないくらいというか人生で一番嬉しい瞬間は本当に声で表せない表彰台には団体で上がりたかったけどそのメンバーが応援してくれたので感謝の演技ができたここで涙を流してしまうと現状に満足してしまう。 チャンピオンは涙を流さず前だけ向いていかなければと思った銀メダルと重さは変わらないが今まで積み上げてきた重みを感じた5年前に関してはここに立てる感じはなく夢だったそれが目標になって現実になって現実に浸っているこれからは デディィフェンディングチャンピオンとして変わらず努力していきたいとなっておりまして橋本選手の対馬の努力の結果金メダルという素晴らしい成績を残されておられますので橋本選手には今後も努力を続けていただき 良い成績を残し続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。